メンズノンの専属モデルで俳優としてますます活躍している宮沢ひよさん。芸能人の両親を持つ二世タレントさんですが、色白にグレーの瞳が存在感抜群です。今回はそんな宮沢ひよさんの気になる経歴や家族構成、ご両親のエピソードをご紹介していきたいと思います。プロフィール。本名宮沢ひよ。生年月日1994年4月24日。年齢28歳。身長184センチ。出身地アメリカ・サンフランシスコ。宮沢ひよさんはアメリカ・カリフォルニア州サンフランシスコで生まれ、東京で育った父は日本人で、母は日本人とアメリカ人のハーフで、ひよさんはクォーターです。幼稚園から高校まではインターナショナルスクールに通っており、英語もペラペラ。また、幼い頃からキャッチボールをするのが好きで、小学1年生から少年野球に所属し、ポジションは内野手やピッチャーもしていて、運動神経も抜群です。学生時代は吹奏楽部でも活動しており、ギター、三味線、トロンボーンなど楽器の演奏も得意なんだとか。高校を卒業した後はアメリカのカリフォルニア大学サンタクルーズ校へ2年間留学し、日本の国際キリスト教大学 ICU に編入しています。芸能界に興味のあった宮沢さんは、留学中のアメリカからレプロエンタテイメントへ履歴書を送ったことがモデルデビューのきっかけとなりました。21歳でレプロエンタテイメントに所属が決まり、その後第30回メンズノンの専属モデルオーディションに参加し、見事グランプリを獲得。2015年10月に発売されたメンズノンの10月号にて雑誌専属モデルデビューを飾りました。モデルデビュー後は俳優を目指しながら CM や MV に出演する仕事をこなし、2017年3月に大学を卒業。同年10月に放送されたコウノドリでは、赤西五郎役でレギュラー出演を果たし、ドラマデビュー。2018年6月放送、ルート134湘南の約束では初主演。同年7月には初舞台ボートで初主演と、順調に俳優として活躍していきました。2020年1月に公開された映画ヒズでも主演に抜擢され、第12回多摩映画賞最優秀新進男優賞、第45回報知映画賞新人賞等を受賞しています。宮沢さんの家族構成は、父親、母親、弟、妹の5人家族です。父親はシンガーソングライター宮沢和文さんで、元ザ・ブームのボーカルで活動されていました。島唄という曲で、NHK 紅白歌合戦にも出場経験があり、当時の父和文さんはひよさんととてもそっくりです。現在はアーティストのMISIAさんや中島美嘉さんなどたくさんの方に楽曲を提供し、作曲活動をしているようですね。ひよさんが芸能界へ興味を持ったのも父和文さんの影響で、中学3年生の時にザ・ブームのライブを見に行ったことで感銘を受けたそうです。それまではご両親とも芸能活動をされていたので、家にいない日が多く、あまりいい印象ではありませんでした。しかし、父・和文さんの歌う姿を見て、人々を感動させて夢を与える素敵な仕事だと魅了されたようです。モデルのオーディションに合格した際も、デビューするのも大変な芸能界で、
父が長い間活躍できているのはすごいとコメントしていて、父和文さんを尊敬しているのがわかります。ひよさんの名前の由来は、父和文さんが釣り好きで琵琶湖に生息しているヒウオというアユの稚魚の名前から来ているそうです。ヒウオは秋から冬にかけて獲れる魚らしく、過酷な環境でも強く生き延びると言われ、どんな環境にも柔軟に対応して人生を歩んでほしいという願いから付けられたそうです。素敵な意味が込められたお名前だったんですね。父和文さんとのエピソードは、ご両親とも芸能活動をしているためめったに行けなかった家族旅行で、山梨に遊びに行った際に父親弟の3人で野球をしたことが強く思い出に残っているようです。また音楽活動の合間を縫って宮沢さんが所属する少年野球のコーチもしていたそうで、忙しい中家族との時間を大切にしていたお父さんだったんですね。母親はタレント三岡リオンさんで、アメリカ人のハーフです。英語と日本語はどちらも喋れるバイリンガル。趣味は野球と釣りだそうで、父和文さんと同じ趣味を持っているんですね。また陸上やサッカー、クロスカントリーも得意というスポーツ万能な一面もありました。そんな母リオンさんには、小さい頃から食事のマナーや礼儀作法など厳しく育てられたそうですが、勉強をおろそかにしないなら好きなことをやっていいと本人の意思は尊重してくれていたそうです。ひよさんが留学中にレプロエンタテイメントへ履歴書を送ろうとした時も、頑張れと応援してくれていたようで、彼にとって心強かったと思います。ひよさんがサンフランシスコで生まれたのも、母リオンさんの実家があり、里帰り出産をしたのだと推測されます。母リオンさんは以前直撃ライブグッディの月曜コメンテーターとして活動されていました。弟は宮沢かえみさんという方で、2歳年下の現在26歳です。過去に芸能界で活動していたという噂があり、ひよさんもテレビ番組で弟は歌がめちゃくちゃうまいと紹介していました。弟かえみさんは音楽活動をされていた可能性が高そうですね。またひよさんと同じく野球もしており、大谷選手を見に一緒にアメリカへ行くほど仲がいいようです。妹は宮沢るかさんという方で、4歳年下の現在24歳です。妹ルカさんは宝塚で活動していると噂があるようですが、他に何も情報がないので一般の方だと思われます。さて、ここまでは宮沢ひよさんの経歴、家族構成、ご両親についてご紹介してきました。父親は元ザ・ブームのボーカル宮沢和文さん、母親はタレント三岡リオンさんのお二人なのが分かりましたね。幼い頃からインターナショナルスクールに通いながら野球少年であり、ギターも弾けるという多彩な一面を持っているようです。現在ひよさんが出演しているドラマは NHK 連続テレビ小説ちむどんどんにて、主人公の家族の友人、青柳和彦役を演じています。今後の活躍にも期待できそうですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。